こんにちは、土の子です。さあ今回はね、ディズニーつむつむランドやってみようかなと思います。もう本当に今始めたてなんで、まずはチュートリアルかな。ここはちょっとサクッとやっちゃいましょう。お、チュートリアルでガチャ引けるみたい。まず引いてみよう。はい、キングシリーズが当たりなんだよね、確か。どうでしょう。ててーん、レディー、ワンワン物語。10連のガチャは1回のおまけつきだ。あとで引いてみようね。お、ログインボーナス。コイン5000ゲットだぜ。このログインボーナスは CM 放映記念として特別なログインボーナスだ。5000コインゲットだぜ。さらに僕は今日始めたばっかりなので、スタートダッシュログインボーナスももらえます。僕と同じように新規入会したユーザーはスタートダッシュログインボーナスがもらえて、14日以上アクセスしてなかった人にもカムバックログインボーナスというのもあるみたいだ。今日がダイヤ10個で、次がダイヤ15個なんで、2日間でダイヤ25個もゲットできることになるな。ログインボーナスが多いね。さらに普通のログインボーナスまでもらえちゃう。これは美味しい。ログインボーナス祭りじゃい。さあ、さっきログインボーナスで言ったように CM 放映記念みんなおいでよキャンペーンが開催中だ。まずは初フレンド5人達成で特別なドナルドツムがもらえる。僕も今始めたばっかりなのでフレンドは0人。せっかくなんで動画を見てるみんなとフレンドになっていきたいかなと思います。ぜひこの動画のコメント欄でフレンド募集みんなもねやってください。みんなでねフレンドになり合いましょう。さあ、さっき紹介したログインボーナスと、さらにみんなでお出かけすると海外ディズニー旅行などのチャンス、これはちょっと後で紹介していこうと思います。じゃあ早速ね、ちょっとフレンドのお話に行きましょうか。初フレンドのなり方なんですけど、未登録の家族や友達にディズニーつむつむランドをダウンロードしてもらって、新しく始めた人が初めてフレンドになった人がチュートリアルであるステージ6まで2人ともクリアすれば初フレンドに達成と。僕はもうステージ6までクリアしてるので、まだディズニーつむつむランドやったことない人、ぜひまずは5人僕とフレンドになってもらえたらと思います。ちなみにダウンロードリンクは概要欄と動画のコメント欄にあると思うので、ぜひね、まだプレイされてないという方はそこからダウンロードして僕を検索して、フレンドになってもらえたらと思います。はい、結構ね、面白くてぐんぐん進んで今ホーンデッドマンションまで来ました。でね、ガチャを引くダイヤが260個になったのでガチャ引いていきましょう。せっかくなんでね、10回プラス1ガチャを引いていきたいかなと思います。当たるのはキングミッキー。キング系がまあ当たり、キングが出たら使いたいぜ。いきます。はい、ドキドキ。わあ、綺麗、すごい、パンパン。お、今ちょっと待って、虹色にならなかった最後。まずはドナルド。オッケーオッケー。そしてチップ、あ、チップとデール、知ってるキャラばっかり出てくるな。さすがクマのプーさんよりクリストファー・ロビン。そしてあー、ミニー出てきた、やった。いいね、いろんなキャラいるな、ほんとまだ1個もかぶってない。モンスターズインクよりブー。そしてプルート、ミッキー&フレンズより、あー、出ましたね、もう1個。なんかいっぱい出た方がスキルレベルが上がったりして美味しいみたい。さあ、そしてまたドナルド出ましたね。さあ、当たり枠あるよね多分。おー、デイジー、僕デイジー好きですよ。ミニーもデイジーも好きだから嬉しい。さあ、そしてででへん、 S レア来た。ウエスタンチップ、スムスコア高え。初期で820もある。あ、まだいるよ。そしてラプンツェル、やったー、2体目、 S レア2体目、いいね。いや、引いてよかったわ。じゃあちょっとマイツムにしていきましょうか。いやー、キングは当たんなかったけど十分満足でしたね。さあ、それじゃあマイツムしていきましょう。うん、ラプンツェルにしましょう。マイツムセット。さあ、それじゃあせっかくなんでゲームプレイもお見せしようかなと思います。いこう、スコアを稼ごう。
本当ここまで一回もガチャ引かずに来たんですけれども、十分楽しく遊べる感じになっていました。さあ、スタートしていきましょう。さあ、このステージはどんな感じかな？今回の登場積むはこんな感じ。さあ、おっと、もうこれ難しいよ。ちょっと説明するとね、あの手前にある硬いものはね、このね、今弾こうとしてる積むバブルがひっついてしまうんですよね。なので、真ん中、左側は打てない状況になります。ちょっとやってみちゃおうか。一回ちょっと失敗するかもしれないけど、ちょっとお試しでやっちゃいましょう。こうね、あそこ繋がってるからここに打ちたい。まあ4つ繋がると消えるんで、ここにやってもしょうがないんですけれども、ちょっと打ってみましょう。ペチャ！こういう風にね、くっついてしまうんですよね。通過しない。普通のところだと、これ、積むバブルが通過していきます。で、今ね、自由に引っ張ってますが、ちょっとコンボっていうのがあってですね、この引っ張ってる間はコンボゲージ、上にゲージがあるんですけど、少なくなってしまうと。なので、最初はこう迷うのいいんですけども、一回ね、コンボが始まったら、考えるのは、触ってない状態で考えるっていうのがベストです。ちょっと打ってみましょう。スルスルって抜けて、今3つ繋がりました。まあ3つ繋がってもしょうがないんだけどね。で、この場合なんですけど、何するのが正解かというと、右上にある矢印に当てるっていうのが正解です。右上にある矢印を当てると、ビューンと移動させて、あの風船みたいなやつが割れて、このね、硬いバブルが割れて、自由にね、打てるようになってきます。ちょっと狙えるかな？これ狙えないかもな。これね、同じ積むバブルはひっついてしまうんで、これうまく打てないかも。んですよね。ちょっとこれは厳しい。あの、初手で失敗してるから厳しいな。で、こうやって入れ替えられたりもします。ここ、入れるかな？これ。これ入っても、入ったところでちょっとあんまりいい感じにはならないけども。ストストン。こうやってコンボさせますね。でも今1コンボで上のコンボゲージが溜まったという感じ。これね、最初聞いた時は、うわ、わかりづらいと思うかもしれないですけど、これ最初からチュートリアルやると、もう本当にね、簡単にわかりやすく遊ぶことできます。本当だよ。そして次どこ打とうかなと見た時に、こここそ矢印を狙っていきたいけども、矢印狙えないかもしれないな、これだと。なのでコンボを狙っていきましょうか。コンボゲージ今下がりましたよね。くるくるっと。で、一回コンボするとちょっとだけ回復する。みたいな感じ。よし、ここは、ちょっと難しいね。残り5なんで厳しいぞ。これ。いけ！よしよしよし、こんな感じで割る。風船も割れて、硬い、バブルが消えましたよね。こういう風にして、コンボをさせやすくしていけるようになりたいですね。トトン。こんな感じ。おー、気持ちいいね。楽しい。こういう風にうまいこと自分の想定通り決まるとめちゃくちゃ楽しいです。触ってない状態だとコンボゲージも減らないので、この画面の中で、考えるのは本当に自由です。どこにやろうかなって引っ張ってから考えるとコンボがね止まってしまうので、気をつけた方がいいですね。で、結構増えてきた透明バブルなんですけど、これはね、通過することで、バブル消すことができます。なので、あんまり気にしなくていいかも。さあ、ここで狙うべきは、爆発をさせていきたいので、この矢印に当てていきましょうか。ほい、ここ。ダダダダン。そして、繋がって、落としたので繋がって、コンボしてくれると、嬉しい。オッケー。で、スキル使えるようになりましたね。使っていきましょう、積極的に。ふわわー。わー、いいね。さすが S ランクのスキル強いぜ。コンボ続いちゃったかなり。S レアの力は強かった。さあ、次は、ここですね。右上の矢印。で、プラス3っていうのあると思うんですけど、これ、プラス3を持つと、残り、今8になってると思います。8回。飛ばせるんですけども、プラス3にすると、残り11回になるはず。だから7だから10になるのかな。やっていきましょう。ポン、ほら、ボボン。はい、残り10になりましたね。これでまた増やせると。もう最初ね、ちょっと遊びましたが、クリアは確定しました。星1個ゲットしてますよね。スコアをもっと増やせれば星3つになります。いきましょう。ここはここですね。トトン。いい感じ。これこれ楽しい。
このね、あのコンボが狙い通り決まった時の楽しさは格別ですよ。またスキル溜まったんで使っちゃいましょう。バブルが消える、いいね。今回コンボしなかったですけど、さあ次はあのコンボプラスっていうのはコンボゲージが回復するやつですね。今マックスまであるのであんまり考える必要はありません。ここは狙、ここで狙うのはちょっと同じ積むバブルはくっついてしまうんで、ちょっとこっち側にやって、あー外れちゃったあの矢印に当てたかったんですけどね、ちょっとミスりました。なるほど、そうですね、これは一旦どうしようかな。これ迷うのがまた楽しいんだよね。一旦ここ綺麗にしとこうか。手数結構あるんで一旦綺麗にする。あ、で矢印のコンボが、まあさっきからねなってたと思うんですけど、矢印のコンボが起こります。これちょっとやりましょうか。ここの矢印にポンと当てると矢印のコンボでダダダダダーンと消えていくと。でコンボが少しだけ稼げました。硬いバブルをやっぱ消していっていきたいので、こう硬いバブルを消しとく。あー消せませんでしたね。1回の攻撃ではあのひびが入るぐらいだった。ここもね残りを増やしたいので、こんな感じでダダダダン、オッケーオッケー。で、あ、最後の橋ゲットしました。遊びながらやりましたが、まあね、あの強いスムバブル、ガチャでゲットしたのでのも、ガチャでゲットしたのも含めてね、ちょっと難易度が下がってたかなと思います。いいね、初回でね星3つでクリアするとしっかりとねダイヤもいただけます。いやー面白いぜ。なんか結構進んだ状態でいろんなギミックがあったので、もしかしたら難しいと思われるかもしれないですけど、やってることは結構単純で、運要素もありね。え、こんな展開になるのみたいな意外な展開、そして意外な大コンボが起こったりするので、そういう時にねむちゃくちゃ楽しいです。はい、ディズニーつむつむランドどうだったでしょうか。ただいまね CM 放映キャンペーンでたくさんのキャンペーンやってますので、ぜひともねまだやってないっていう人は下のダウンロードリンクから、ぜひともダウンロードして、僕と初フレンドになってもらえたらと思います。フレンド検索でね土の子と検索してラプンツェルを使ってますので、ぜひとも、申請してみてください。申請の仕方はねこの画面のフレンド検索で土の子とやって、ラプンツェルをマイツムにしている土の子にフレンド申請してもらえたらと思います。初フレンド5人で特別なドナルドツムをみんなでもらっちゃいましょう。現在はね CM 放映キャンペーンで期間限定のログインボーナス、さらに僕はスタートダッシュログインボーナスもあって、少しだけ離れてた人はねカムバックログインボーナスもあるので、ログインボーナス今美味しい状況になってます。さらにメインストリートでマイツム以外をタップした時にお出かけをさせるってあるんですけれども、今ね CM 放映キャンペーンでお出かけをすると豪華商品がもらえるチャンスがあります。ユーザー全体がお出かけした合計の数によって抽選で景品がもらえるキャンペーンになります。画面に出てますが、こんな素敵なね豪華商品も遊びつつもらえる可能性があるということで、ぜひともねみんなでお出かけして商品の方増やしていきましょう。ちなみに僕が今お出かけさせようとするとフレンドがいませんになりますフレンドがいないとこれできません。なのでぜひともフレンドになりましょう。コメント欄でもねあのつむつむランドやっててフレンド募集したいなって方はぜひ僕のコメント欄使ってください。僕もねマックスになるまでフレンドはねどんどん追加していこうかなと思います。ちなみにここのメインストリートではこんなゲームもできますよ。僕のスコアに勝てるかな。いきますよ、タップするやつ。はい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 、あー間違えたはいはいはい、これ見るぞ、おら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 ららららららら。さあどうでしょう、みんな勝てるかな。ハイスコア23ですが今回は21。このゲームだけでも面白いよ。みんなで競い合いましょう。若い子は早いかもしんねえなこれ。はい、こんな感じでね、わあわあログインボーナスの時間が来ちゃった。わおわお、ありがとうございますめちゃめちゃログインボーナス多いよね、ほんとちょうどログインボーナスの時間だったみたい。美味しいぜ。はい、こんな感じでディズニーつむつむランドめっちゃ楽しいので、よかったらみんな遊んでみてね。それじゃあ土の子でした。